ために皆さんお集まりいただいたかと思います。今度11月を振り返って私たちもどういう感じで考えたらいいのかなって思って学習会を今回企画してます。まずこう私たちのサドルっていうグループについてちょっともう知ってるよっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとお話ししたいなと思ってて、サドルのイベントに今日初めて来たっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。じゃあ説明しましょう。はい、なぜ2月に都構想っていうのが、何なんやろみたいな感じでよくわかんないけど、まあ学習とかしてみようかなっていう形で、まあ、こう日頃のデモであるとかヘイトスピーチに対してのカウンターの中でつながった友達みたいな感覚の人たちと一緒に集まって都構想の学習から始めました。で、学習進める中でどうもこれは私たちにとっては非常に必要のない、むしろもう本当にやめてほしいというような内容であるっていうことが、まあ、どんどん分かってきて、でそれの住民投票を控えてるっていうことで、もう本当に私たちの生活を守るっていう意味で動いていかなきゃいけないなっていうことで、フライヤーを作ってそれを配りながらの凱旋であるとかデモをしたりっていうことをずっとしてきました。でこう皆さんも協力を得ながら住民投票を迎え、見事都構想をはめのけることができたというふうに感じてて、ありがとうございました。まあ、それの後っていうと、まあ、次選考法案っていう、これもなかなか大変なものが出てきて、でそれに対しても反対っていうアクションをどんどんしていかなきゃなっていうことで、デモをしたりだとか、東京の国会前の講義にも何回か参加をしたりですとか、あとこう初めての経験だったんですけど、国会要請っていう議員さんに会いに行ってっていうようなこともしてきて、なかなかこう面白かったなって感じて、大阪選出の国会議員に、まあ、絞ってます、ね、全員があるのはちょっと大変なので、私たちが住んでいる町で私たちが選挙によって選んだ国会議員に要請文を集めてもらうというところですね。意外とあっさり、なんかそんなんしたことないし、そうそう、ちょっとドキドキしてたんだけど、なんか私もそんな議員さんと喋ったことなんか今まで本当になくって、急に国会議事堂を見に行ったのも初めてで、わあこれが国会議事堂かって思った、30分後ぐらいに議員さんのドアをトントンって叩いてたみたいな、なんかすごい一足飛びにこんなことやってるわみたいな感じがしたんだけど、でもそんな、なんか、ね、こっちの声を聞く仕事でしょっていう、その議員さんって、なんかそれがすごい実感できて、頭で分かってはいたけど、なんかやってみたら、なんか体で覚えたというか、あ、私たちが選んであげたんじゃん、そういう、なんか、そのトントンってやって、入るの当たり前っていう。あっちが何ですかって言って門前払いされるんじゃないかっていう気持ちがあったりしたんだけど、こっちが入ってって何の仕事してようがこっちの声をまず聞くのが当たり前やでっていうのを、ね、関係するべき対象ですよね、私たちは、それがすごい新鮮というか目から鱗だったよね。なんかこれからやらはる人がいるかもしれないって、あれやけど、その私たちもその時に初めて聞いたコツというか、経験者にレクチャーしてもらって、ピンポンがあるよね、ピンポンって押して返事を待ってたら何ですかって聞かれて、あこれこれです、あじゃ あの結構ですとか断られる場合もあるか、なんか入らないでって言われる場合もあるか、その議員さんか秘書が外に出てきてその対応されるみたいなことを聞いて、だからピンポンを押さずにコンコンバーでもドラマみたいな入ってるね、朝から来ましたみたいな、でその秘書さんがバーってまあまあみたいな感じでこう来るんやけど、そのまあまあ政党にもよるけどね、まあまあまあみたいな感じで来る後ろまで回り込むぐらいの感じでこうニコニコ入ってニコニコしながら来ましたみたいな、でもそれをなんか止める
ことはおかしいからこっちの話を聞くのが当たり前っていうのがやっぱりなんか一回やるとあほんまそうやんなとか思って、うん、ね、うん、ぜひ皆さんも体験してほしいですね、うんうん、政党のカラーが見えますよねこう市民に対する姿勢というか、うん、あそうやね、うん、そうやねあそうやね、うん、そうなんとかって言ってなんかね、うんうん、私が感じたのは自民党は私まあもともとそんな全然支持もしてないし入れたこともないしっていうような政党なんですけど自民党はあの対応がさすがなんか、うん、あのまあ慣れてはるのもあると思うけど全然失礼な感じはしないそうというと失礼な党があったというね逆にまあ、それはありますよね今皆さんの想像通りやったきっとっていうようなこともあり面白かったねなかなか楽しい夏でしたねあっという間そうですね楽しいかどうか、まあ、特別な夏忘れられない夏っていう感じででも多分皆さんも この夏に起こったあの安倍のねまき散らした嵐というかあまだ終わってないですけどあの安保の話とかは、まあ、多分皆さん感じてたそのすごい夏中吹き荒れた日本を吹き荒れてた嵐でなんかそれがまだまだずっとね続いててというところで本当はやっぱりねなんかちょっとあってしたいところやけれども、まあ、11月に大阪はまたすごいのが控えてるということで、うん、結構危機感持ってる人がいっぱい今回来てくれはったら違うかなってすごい思ってるんですけど、うんね、大阪のことだけど全国のことでもあるっていうふうに捉えてるとこもあるから、うん、やっぱり、ね、こうやって関心もあるんじゃないかなと思うし、うん、でもその辺がちょっと曖昧でなんかどうしたらいいんだろうっていう気持ちを多分共有してるところでなんかどう落とし込んでいくかっていうのは、ねね、みんな、うん、なんかいろいろまあ、すっきりまではいかなくてもちょっとヒントみたいなのを持ち帰ってもらえるかなっていうふうに思って、はい、話ですね、はいはい、ぜひなんか多分もう皆さんその何を聞きたくて来てるかっていうのは多分みんな一緒かなって思うんですけどやっぱりあのその辺を、大阪 W 戦を自分の中でなんかこう一つのまあ明確な落としどころっていうか納得するところで、まあ私たちが納得する人を選びたいっていうようなあのヒントになるものを今日持ち帰ってもらえるといいなというふうに思ってます、はい、そんな感じああそうであと結構私は緊張してる緊張してるよしてるそしてないあもちろんですけど緊張そんな私ら普通にあの市民やしこんなとこで話するようなことも全然慣れてないのであのすごい緊張してるし、まあ、あのちょっとこういい雰囲気でお願いします客に求めるなるほどと思ったところはあの大げさにうなずいていただくのがすごく心強いですちょっとお邪魔してもなんか、まあ後で質問できるんで、その時まで待ってもらってお願いします、はい、そしたら早速ですけれども皆さん、お一人目のゲストをご紹介したいと思います、はい、木下千賀さんです連絡なんですけども、今日、何社か取材あのメディア入ってましてで、そのメディアの方はこちらの、壇上というかゲストの方、こちらの前しか映さないという形に、だって皆さんは一応映らない形になっています。で、あとサドル、こちらの主催者側は、一応記録として、皆さんの、来られてる方の写真も一応撮らせていただきたいなと思っています。でもしあのお顔を映るっていうことがちょっと問題というか、まあ、まずいなっていう方がいらっしゃったらスタッフまでお声かけてください。お願いします。以上です。はい、と木下千賀さんですが政治学を専門にしています。多分そうですか。はい。千賀先生とは反原発のことで動くようになって
った私は、まあ、東京に行ったりとか、あとツイッター利用して拡散とか情報を集めたりする中でつながっていったという感じだと思うんですが、まあ、あのハゲたちの運動から、まあ、いろんな他の社会運動されてるもので、まあ、情報をすごい、すごい分かりやすい文章で書いて、140文字の中で端的に書いていいなっていう印象で、それで、まあ、他の共通の友達もいたりとかしたと、したことでつながっていく感じなんですけど、今回はダブル選挙のことでということでお呼びしたんですが、まずまあ、ちょっと遡るようなんですけど、そのサドルが動き始めた都構想のことで、私たちは2月にさっき言ったように集まって、大体3月ぐらいから3月の頭、2月の終わりから3月の頭ぐらいからツイッターとかでも、その橋本さんがやろうとしている都構想って何なんやろっていう呼びか問いかけみたいな疑問とか、ちょっとおかしいなって思うけど、ちょっとやんわりした感じで広げたりしてたんですけど、それはサドルアカウントだったり個人アカウントだったりいろいろ投げ始めたんですけど、なかなか、まあ、大阪でそういう市政のことに注目してる人は少しリツイートしてくれたりメンションくれたけど、東京の人とか他の地方の人はなかなか反応がなくって、でもこっちとしては、わ、この都構想って全国に絶対関係あるって思ってる危機感で発してるんだけど、拾ってくれないって思ってて歯がゆい思いだったんですね。その中で内田先生すごい早いうちからそれをリツイートしてくれたり、ご自分の見解を発信してたりとかしたっていう印象がすごいあって、めちゃめちゃ勇気づけられたというか。そうですね、うん、そういうのが。で、ツイッターはこたつぬこ、こたつぬこさんこたつぬこさん多分ご存知だと思います。で、実際私たちサドルもその都構想っていうものが安倍政権とつながっているというところがやっぱり一番アンテナがピンと張ったきっかけというか、そういうのがあったので、それも、まあ、ちょこちょこと発信しながらだったんですけど、やはりそういったところから関心があったという感じですかね。そうですね、大阪、その前が橋本さんって私も本当に書いてましたし、まあ、橋本ポピュリズムって言われますけども、橋本さんみたいな政治家っていうのは大阪って話だけじゃなくて、まあ、この十数年ぐらいの日本の社会の中、まあ、ある意味で典型的な人だけずっとまあ注目してた見てたんですね。でしかも大阪っていうそのまあなんていうの、非常に古い都市っていう、なんかすごく新興都市とかではなくて、むしろ非常にこう伝統的なですね、地盤っていうものを持った都市をにそれが出てきたっていうのが、まあどういう意味があるのかっていうのはずっと前から見てた、わけです。で、安倍さんとの関わりは、まあ、安倍さんは今なんかもう独裁者みたいになってますけれども、ある時期には彼は自民党を辞めようとしたんですね。自民党菅さんと一緒に辞めて、で、維新の党に入ってですね、どうして待ってくださいと言われた、そこまで愚痴ぼりしたわけですけども、その頃からの、まあ、彼らと緊密な関係があってですね、で、その安倍さんが、まあ民主党が黄金合意ですね、自滅した後に政権に返り咲いて、ね、そして、まあ、衆議院参議院で圧倒的な次を持った時に、橋本さん自身が、まあ、維新の党が不正に出てきてですね、で、その一番問題だったのは特定秘密保護法っていう法律が制定されて、要するに、まあ、邪魔、野党の中で邪魔してくれる人とかですね、その、まあ、野党の結束っていうのは、まあ、野党の中で破壊してくれる、グループとして、まあ、活躍してですね、ひいては、その、まあ、大阪で、その、住民投票で、まあ、住民投票自体は実際は、まあ、かなり追い込まれる方ですね、議会で、まあ、議決されてなったわけですけども、来たらべきの安保法制に向けてですね、あるいは憲法改正に向けて、その、まあ、前哨戦として戦うって言い続けるのが見え見えだったので、これはすごく大事だというふうに思ったのが一つと、もう一つは運動の側についてはその前に沖縄があったからですね。で、沖縄の運動っていうのはまさに、で結果的にはその横領、沖縄が前哨するわけですけども、それまでの革新都市っていう枠組みを超えた形で、
その新しい共同を作り出してですね、立ち上がっていくと。でそういう兆しっていうのが沖縄だけじゃなくて大阪でもやっぱり兆しが見えてる。これがまあ後々の多分日本のさまざまな運動をやっていく上で一つのモデルになると思ってます。それでまあ注目したんですね。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。その私たちの発信し始めた時とかって、もうなんか自分たちを奮い立たせるかのように大阪が戦争を止める最前線だっていうふうに。増えたりとかしてたんですけど、でも果たしてその沖縄の戦いがあまりにすごかったからその次は私たちだって思いながらもこの大阪で本当にそんなことができるんだろうかってちょっと不安があったところがあって、 でもまあまあ実際、最初 の、 そのなかなか全国からの関心が集まらないっていう歯がゆさが残っていったのはやっぱり投票1ヶ月前ぐらいかな。私たちもそういう街角に立ってフライヤーをどん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 配っていって、それの反応も反応というか声をちゃんと街の声が拾えてきたくらいから、うん、これはちゃんと拾ってちゃんと拡散していけば民意って作れるんだなっていう実感が生まれてきてから、まあ沖縄に負けない大阪ができるかも、本当に民主主義がこれから生まれるかもっていう気配を感じていて、そうですね。で、まあ、大阪の戦い、本当に応援し、東京からも応援してくれたりとかして、デモをやったりしたときに、その沿道の反応とかもどんどん盛り上がっていって、で、まあ、ギリッギリですけど、勝利を得れたわけなんですが、実際ね、やっぱり得票率っていうのが3割ですよね。で、反対に、私たち勝った反対にいたのが3割、賛成に入れたのが3割で、結局、投票に行かなかった、白票だったり行かなかったっていうのが3割いるわけだから、つまりは、ちゃんと反対してくれなかった人が6割。いるっていうのは事実として受け止めなきゃいけない。で、そのことをずっと広めたいっていう気持ちもあるけども、全く安倍政権が進めようとしている戦争法案を止めなきゃいけないっていう動きもあったので、なんか市政のことちょっとほったらかしにせざるを得ない部分もありながら、まあまあ、やっぱり橋本さんはしぶといなっていうところでこれからやっていかなきゃいけないわけなんですが、このダブル選挙っていうものがやっぱり、どう捉えていくか、そしてそれの結果云々で、全国にどういう影響があるかっていう、やっぱりその辺のなんだろう危機感みたいなのをちゃんと自分たちがインプットしないと戦いに臨めないようなところもあったりするんじゃないかなと思うんですけど、その辺に関しては危機感というかね、どういうふうに言えばいいかというと、大阪 の、 住民投票までの運動の流れっていうのは安保法制の戦いの中にどんだけ影響を与えたかっていうことを改めて考えてみた。スカウト もう私は、まあ、主に東京でやってましたけども、ある局面で、あっとけ負けしたらどうしようっていう、もう身も震える思いをしたことがたくさんあります。やはりその維新の党っていう党をどうやって野党側に引き込むかっていうのが最大のテーマでした。で、少数派といえどももうちょっともうただのなんかもうバカですよね、ある人国対委員長がね、500万円月持ち下げしたわけですよ、何もしなかったわけですよ。で、ひたすら、まあ、東京維新の人、東京というか関東系の維新の人が全部やらせといて、で、高垣となってツイッターで攻撃してっていうのをやってる。しかし数だけはいる、そして後ろに橋本がいる。で、こういう人たちをどうやって封じ込めて強行採決反対まで持っていくのかって考えたときに、あの時もし住民投票で負けてたらもうこれは崩れてたっていうわけです。で、そういうその勝ったことっていう政治的効果っていうのはずっとあるのと、それだけじゃなくてやっぱいろんなモデルを作ってるわけですよね。で、今考えてみればですね、おそらく皆さん、いや私もそうですけれども、今年の初めぐらいまでに大阪都構想を説明できた人取れられましたね、ほとんどいなかったと思うんですよね。
なかったですよね。3月ぐらいにその最初のデモを私たちやったんですけど、その時に街角でフライヤー配って、住民投票があって言ったら、え、何のみたいな、住民投票があることすら知らない人もいたし、で そこからちょっと話進んで、大阪党にはならないですよっていうことに、えっていう人がいっぱいいたっていうのが、同じようにですね、この安保法制に関わりますけど、今年の春ぐらいまでに60日ルールって知った人います？そのぐらいですね、その大阪住民投票に巡る流れもそうでしたし、この特に安保法制の場合憲法っていう問題ですけども、随分皆さん学んだし学び直しましたけど、皆さんベテランの方もいらっしゃいますけども、忘れてますよね。また政治学者だけど60日ルールなんてすっかり忘れてます。で調べてます。でそのどういうことかっていうとですね、その、安保法制の話でいうと、これすごく大きな学習問題だったんですよね。その例えばですね、ネットであかりちゃんっていうキャラなんですよね。あかりちゃんとひげのおっさんなんですね。タイゲストってあれどのぐらい見られたかって100万回再生されてたんですよ。100万回でしょ。で中でしている議論とあかりちゃんとの早口で非常に複雑な議論です。で憲法っていうのは憲法を暮らしに生かすってスローがありましたけど、忘れてますよね皆さん。しかし、このですね数ヶ月間の中で、憲法って何なのかってことだけじゃなくて、これはどういうシステムでっていうだけにとどまらなくて、一体国会とか議会ってどういうシステムでっていうことに対してみんな一生懸命勉強しましたよね。でその憲法学者の人たちって前からもちろん集団的自衛権の意見だって言ってるわけですよ。去年の集団的自衛権の閣議決定の時も言ってたわけですね。ところが、皆さん覚えてると思いますけれども、これがそのバッて問題になったっていうのは、東大の長谷部さんっていう人が憲法審査会で意見だって言ったからですね。でこれは確かに我々みたいな専門の世界からすれば偉いこっちゃって話なんですけど、もしみんな関心がなかったらスルーしてますと。ところがあれ大騒ぎになってですね、あれからいきなり切り替わってこれだけ結果って話が広がったわけですよ。だからそれだけそういうその憲法って非常に分かりにくい専門家だけが学ぶような問題を、いろんな SNS もあるし学習会もあるし、あるいは週刊女性ですね、週刊女性なんて開いてみたらもう学習パンフレットってあるじゃないですか、読んだの分かりやすい。でそういうものを人々が読んで自分たちで身につけて、自分たちが単なる世論ではなくてちゃんと民意になるんですね。でそうやってその、世論を変えていった。それは A が A を選びますか B を選びますかっていうその単なる選択肢に答えるってだけじゃなくて、なんで B を選ぶのかっていうことを自分たちで考えてくれたら爆発的に増えたから力になってくる。で大阪住民党ってまさにそういう運動だったわけですね。で再び大阪に来てるってだけじゃなくて、自分たちの場所を選択して、でその選択する上で自らどういう問題なのかって学んでいくっていうことをして、そして判断して我々の街頭に出てやっていったわけで、確かに3割が反対だったら3割かもしれなかったですけども、でもその単なる3割の判断っていうのは、ただなんかマークシートの用紙に A か B かってつける判断ではないわけです。世論っていうのはただの砂のようなものではなくて、これだけの力になったわけです。ですからそういう学びっていうものがあった。でもう一つ大事だったのは、もう一つ大事なモデルを作ったのは、やっぱ一緒にやっていく喜びって、これ沖縄からそうなんですけど、それまで一緒にやってこなかった、知らぬ知りもしなかった、あるいは敵だって思ってたような人たちが一緒の場に来て一緒に何かをやるっていう喜びっていう面白さっていうのを感じたわけですね。で沖縄に関して言うと、若干そういう地盤っていうのがあるわけです。元々の素地っていうのがありまして、大阪なんて全くなかったんですね。で大阪の前で特徴的に出てきたのがその、サドルっていうことで、でこれを真似したのがシーユーズですよね。シーユーズっていうのは何が意味があったかっていうと、シーユーズ自身が学生の運動っていうふうに言ってますけど、でも実際学生だけじゃないじゃないですか、周りにいろんな老若男女といろいろ動いてて、いろいろ動いてて、その彼らが一つの器になったからですよね。その誰でも来ていい匿名の場所だから、創価学会の人であろうが共産党の人であろうが、どうしてだろうがそこに来れば、一緒にやれるんだっていうような場として機能したわけだ。でこういう一つの象徴的シンボル的な動画的な運動っていうのを作り出しの原型を作ったっていうのはサドルだったんですね。
はい、でそういういろんな形でですね、その大阪住民投票の場でのいろんな書籍っていうのは後々に多分大阪の中に生きていきますし、でこれもよく考えた遡れば反原発運動で作ったことがあるんですよ。この4年間311以降に作った様々な運動のモデルとか経験とかっていうのが一つも取りこぼさない形でいろんな形で生きていく。だからおそらくまあ一つだけ言うと、なんですか、強行採決が採用されましたけども、ほとんどの人が絶望と挫折感にならなかったんですね。でそれは、やっぱり それだけの自分たちが、勝負では、まあ、一旦負けたわけだけども、中身で自分勝ってる、あっちの方が中身なかったってことがみんな分かったから、絶望感に問われるのになくて、次にさらにこういう蓄積をつなげていくことになったってことですね。はい、大阪での戦いは、ね、初めて自民党と共産党とのぼりを立てている中で一緒にデモやったりとか、凱旋があったり、そう、凱旋してるとき自民党の凱旋者が通ってくるし、あ、こんにちは、そうそうそう、おおみたいな、公明党もそうだったし、そういうのってちょっと、まあ、沖縄もそういうところがあるんですかね、こう、なんだろう、戦わなきゃいけない相手がいて、それ以外の市民が巻き込んでいくっていう形に近いのかな。市民の方がメインというか、そう、なんか、まあ、未だになんかまだすっきりしてないところではあるんですけど、これからクリアしていかなきゃいけない、考え続けなきゃいけない部分だと思うんですけど、その党っていうもの、なんかうまく言えるかな、よくわかんないんですけど、どうしても、まあ、安倍政権打倒っていう気持ちがあると自民党ってなるじゃないですか。で、まあ、大阪ってそのねじれている部分、徳王さんの時からそうですけど、オール野党、オール大阪って呼ばれたようなその戦いがあって、自民党も公明党も共産党も他の、ね、運動の人たちも市民もまとまって徳王さんを止めようっていう動きがあったのは明らかで、その力とかムードがやっぱり結果を招いたと思うんですよね。で、やっぱり躊躇がなかったわけじゃないよね、私たちも。そうやね、思ったら自民党の人に手を振ることもそうあったし、私たちが、まあ、スタッフ10人ちょっとぐらいしかいないから、あのフライヤーを毎日毎日配るにあたって手が足りないんですよね。で、サポーターを募集するといろんな人が本当に来てくださって、未だに名前もと顔が一致しない方とかもいらっしゃるんだけど、本当に力になって、でそういった方の中には自民党支持者の人たちもいたんですよ。で、パサドルで作ったフライヤーも巻くけど、あのこれ配っていいですかって言って、自民のなんか、なんていうの、フライヤーフライヤーとか、フライヤーというよりはチラシにしてたやつ、自民ニュースみたいなやつで、元構想がなんであかんかっていうのを読んでみると、ちゃんともうこっちと共通するような内容が書いてあった、あ、これどうぞ一緒に改善して配ったりっていうこともあって、なんかその辺の、まあ、当然ねじれてる状態、ねじれてるって捉えたらいいのか、私が悩んでるのはそのねじれてるって捉えるのか、地方のその自治政治っていうものを中央のそういう官邸を囲んだその党の戦いと同じように考えない方がいいんじゃないかとか、その辺はまだね、なんか勉強不足ですっきりしないところもあるんですよ。その今の政治とか政党とその、まあ、社会運動の関係の話ですね。はい、それは、まあ、おそらく皆さんも直感的に変わってきてると思います。それは私、上の労働の方なんですけど、55年体制という時代を生きてきた方だったら、まあ、随分違うと思うんですよね。で、一つはやはり、これはウマエイジっていう人がですね、うまくて言ってたんですけども、自民党って強くて弱いんですよね。で、強くて弱いっていうのはやっぱどういうことかっていうと、自由民主党って政党がですね、1990年に登場したんですよ。党員が350万人なんですよね。今80万人しかいないんですよ。実に280万人しかいないんですよね、党員が。で、民主党もそうです。もうそうか言ってます。で、共産党も減ってますね。で、創価学会が激しい高齢化が進んでます。かつて、政党ってのはですね、自民党から社会党、共産党、公明党って、まあ、主な政党もそのぐらいでしたけれども、耐震運動ってのは自前で持ってたんです。自
自分たちがそれなりに人々を動員してそれを囲い込んで、で囲い込んだものと抱え込んだものを一緒にしたら革新統一である、うん、そういうふうな話をやったんですね、自前のものを持つ力があったんですよ。でところが政党ってものはさまざまな理由で、どん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 壊れていく、崩壊していくわけです。崩壊すると何が起きるかっていうと、周りでも抱えてる人たちの党との間の民主主義ってあったわけですよ。やっぱり農協を抱え込んでるってことは、抱え込んでるだけ農業はそれ何には守らなきゃいけないって思ってたわけですね。ところがそういう政治と運動の絆っていうのは壊れていくことですよ。上の方が官僚化していくわけです。例えば公明党の自民党みんな2000人ですよね。自分たちでかつての野中広子さんみたいですね、青年団から立ち上がってきてですね、まあそういうふうに立身出世していって党の幹部がどんどん広がりました。民主党の議員もみんなそうですよね、ある意味で、まあ、弁護士からなったり二世議員であったりたくさんいるわけです。そういう意味では自分たちの本来の足場の草の根というものから切り離されてしまった人たちというのが政治になっていく、安倍さんもそうですね。でそうなってくると逆に強くなれるわけです。だって自分たちの思うがままにやれるわけですから、で下からの力が圧力がないから、そんなに何ですか、その官邸指導でやられる。でもそれはその党そのもの全体が強いわけじゃなくて足場がないっていうわけですから、あることがあれば、あることがあればですね、例えば沖縄そうですよね、みんな自民党みんな怒って辞めちゃったわけですよ。自民党沖縄の中の市議会の人たちが、でもそんなに簡単に辞めれるのって思いません？でもあるいは沖縄の公明党本沖縄本部はみんな逆らったわけですね、公明党本部に。でそういうふうにですね、その自分たちの草の根の足場っていうものと党っていうものが切り離されている。でそれは別に保守だけじゃなくて共産党もそうですね、社民党もそうです、やっぱりそのそういう自前で運動する力ってやはり弱ってきている。そういう中で、地域であるとか中央であるとかですね、そういうものとの利害関係っていうのを調整するような力っていうのがなくなっていってですね、自分たちの地方のレベルの中でさまざまな形で、新しく結びついていかなきゃいけない、そうしなければ生き残れない、まともな政治ができないという流れっていうのはこの間出てきたと思うんですよね。でそうなってくると、もう自民党 A 自民党 B なんですよね。まあ変な話ですけど、これもちょっと終わったか分かりませんけども、この15年の安保法制の、まあ、安保法制この5ヶ月ぐらい掲げてましたけども、大阪の自民党の人ってそんなにですね、わっしょいわっしょい安保法制この政治騒いさってあんまりいないと思うんですよね。よく自民党の中で誰がそれを騒いだ人かっていうふうに考えるとですね、まあ党の大ボスの幹部と、あとネトヨっぽい人たち、でみんなあとは死んだふりしてましたよね。もうこれは関わりたくないっていう感じだったわけですよ。もうこんなことで引っ張り回されて、もうその後々ね、支持者に言われたくない、おそらく大阪の自民党の人たちもそうだったと思うんですよね。そして、変な話ですけども、逆に言うと、でもそれでもまあみんな賛成したわけですよ、その自民党。でもその代償に、やっぱり今回、おそらく、大阪市長選も大阪府知事選もそうですけども、官邸の方がままの候補は立てられなかったわけですよね。で、それはそこまでやっぱ手を突っ込めないくらいの、その中央の方も実は縛りができないようにしちゃったわけです。これ実は安保法制の代償なんですね。安保法制でズタズタに。